タルミ鉄道ハモ三330から700系、機動車はタルミ鉄道の機動車である。1987年から導入したハモ二230から310系の老朽大対応として新造された。新潟トランシス製 NDC をタルミ鉄道仕様としたものである。形式名、ハイモは、ハイスピードモーターカーの略、330は、馬力表示の機関出力を意味している。 タルミ鉄道で初めて電気指令式ブレーキを採用したため、従来車両との連結運転ができない。正面貫通式、両運転台、トイレなし、ロングシートで車椅子スペースと車椅子で乗降する際に使用する脱着式スロープが設けられた。701は製造時はタルミ鉄道標準のブルーベースの塗装だったが、沿線の特産品の広告車両となった後、 2017年から標準職に戻っている。7 0には登場時からもレラ岐阜の全面広告車両となっている。703は標準職で導入された。車両番号はこれまでの下一桁の連番をやめ、701から不番されている。沿線の特産品の広告塗装となった701もレラ岐阜の広告塗装が施された702前面は貫通式。 乗務員室は左側に設けられ、乗務員用扉が設けられた。幅 1000mm の引き戸の客用扉が片側2箇所、両車端に設けられた。扉にはステップが設けられ、車椅子での乗降に備え、着脱式のスロープが搭載されている。扉間には幅 1200mm の窓6組が設けられ、安全のためすべて固定窓となった。701の車体外部は、 タルミ鉄道標準色だったが、2014年8月から、糸抜きがき新公会と、元す地域園芸特産新公会一号部、糸抜き支部の全面広告者となった。700には、登場時から、一般公募のデザインによるも、レラギフの全面広告者である。車体正面の行き先表示器は、LED 式で、貫通扉上に設けられた。 客用扉脇にも LED 式行き先表示器が設けられた。車内は全席ロングシートで運転席右側に車椅子スペースが設けられた。エンジンは電子制御の新潟原動機製 d e m 十1 3ルツディーゼルエンジンを一気搭載、動力は日立2個トランスミッション製託雲マイナス33の1607液体変速器を介して二軸駆動の台車に、 伝達される。燃費の向上のため、変速機の速度段が変更され、自動変速が採用されている。台車は、ボルスタレス空気バネ式 NF01LD-T が採用された。制動装置は応答性の良い全電気指令式、空気ブレーキを採用し、従来車との連結は、非常時以外できない。t i スを採用し、各種機器取り扱いが、 運転席のタッチパネルで行えるようになった。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は機関直結式の能力1 8 0キロワットのもの二機設置された。排二230から310系の代替用として製造され、排三330から701の収益で排二230から312。 ハイモ330から702の収益でハイモ230から314、ハイモ330から703の収益でハイモ230から313がそれぞれ廃車されている。車両番号は連番方式をやめ、701からの不番となった。タルミ鉄道、タルミ線全線で運転されるが、従来車との並結運転はできない。ありがとうございます。